日本埼玉県埼玉市見沼区新筒新筒は埼玉県埼玉市見沼区の大技。本校では同地域にかつて存在した北足が軍新筒村についても記す。埼玉市見沼区東部に位置する。北及び東で東宮下に西及び北で東門前に南で大谷に隣接する。 埼玉県道105号埼玉鳩ヶ谷線の南側に位置する。北部は大宮大地上にあり主に住宅地だが、古くからの民家及び屋敷森の雑木林や生産力地,地地区としての農地も見られる。南部のかつての見沼の低地を埋め立てた地に大宮東宮下住宅があるが、老朽化により現在は改築が進んでいる。 その他にも、付近には、マンションや住宅などが多く所在している。埼玉県道65号埼玉沙って線沿いの、埼玉市主原循環水深部、東清掃事務所付近の大技東宮下の中に、飛び地があり、市街化調整区域に指定されている。飛び地以外は、全域が市街化区域に指定されている。元は、 江戸期幕末より存在した武蔵国、足立軍南部領に属する新包村で、古くは、フットの里に属していたと言われている。江戸初期、昭法年間以前に、フットの村から分村した。村高は、昭法年間の、武蔵国田園坊では116国余り、元禄豪町及び、天保豪町でも116国余りであった。スケは、 日光大成海道大門宿に出役していたが、官方、法歴年間は中仙道大宮宿にも大出役していた。火星期の世帯数は8件、1828年の世帯数は11で、村の規模は東西3兆余り、南北3兆余りであった。2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は東部の打線七里駅となる。ありがとうございます。